バシタガウは、中国三国時代の政治家、義に仕えた。三国史職書、教威伝が引く、義略にのみ記されている。教威伝本文においては、名は明らかにされていない。大和二年、諸区の諸葛亮が北伐を開始し、紀山に出兵すると、多くの諸県が諸区に高応した。この時、天水大主だった馬順は偶然巡察の途中だったが、 住民が職に降応することを恐れて、軍の役所がある、危険に戻らず、上に逃亡した。この時随行していた俗官の領著、印象、領県、京威らを置き去りにし、京威らが追いかけてきても、縄文を閉ざし受け入れなかった。そのため京威らは、危険に出向いたが、ここでも拒絶された。身体に急した、京威らはやむなく、職に降伏した。伝が引く、略によると、 馬順の巡察は、各順に従って移動していただけであり、諸葛亮の進行を聞いた、各順が上への退避を決めたため、馬順も危険が、正方に偏りすぎていることを考え、それに従ったというものである。脅威が馬順に、危険へ戻ることを勧めたが、馬順は、脅威らに向かって、私は諸君らが信用できない、皆逆賊だと罵した。このため、やむなく、 脅威らがそれぞれ勝手な行動をするようになり、脅威は軍利と共に危険に帰還して住民たちの勧めで諸葛漁に降ったという。義書、長記念が引く義略によると、台湾年間の北伐の際、天水大使と南安大使は軍を捨てて東に走ったが、かつて長州で二取り立てられた老聖大使のユースワエだけは認知に止まり、食軍を防ぎ切った。 ユうが、劣行に封じられる一方で、逃亡した天水大使と、南安大使は、重い刑罰に処せられたという。小説、三国支援議では、諸葛亮が攻めてきた時に、敗下の脅威の策で撃退する。しかし、諸葛亮の策にかかって、脅威を疑い、脅威が諸に降伏するきっかけを作っている。その後、諸軍に攻められ過去を締るとともに、 共族の部落へ逃亡してしまう。上官氏おとなっており、名前が明らかではない。こうおは、字と思われる。ありがとうございます。